ポーランドを表したポーランドボール。実際のポーランドの国旗とは上下が逆であるが、ポーランドボールにおいてはこのように描かれることが多い。実際のポーランド国旗ポーランドボールは国家を題材としたインターネットビームのキャラクター。ポーランドは代表的な題材であるが、その他の国、地域、団体などのボールも現存、歴史上を問わずに描かれる。 それぞれのカントリーボールは国旗の模様をした球体のキャラクターとして描かれ、その国を体現した個性を持つ。画像掲示板やウェブサイトでは、それぞれの国にまつわるクリシェ、国際関係、歴史上のイベントを表現するイラストレーションや漫画に用いられる。そして、ポーランドボールを描き SNS や掲示板にその作品を投稿するものをポーランドボーラーと呼称することがある。 ドイツの画像掲示板 krautchan.net の国際版で、2009年の下半期頃に発生したとみられる。世界各国を表した、ポーランドボールポーランドボールを発案し、最初に描いたのは krautchan.net のイギリス人投稿者、ファルコであり、2009年9月頃であったとみられている。 ポーランドボールが広く知られるようになったのは、国際的なお絵かきチャットサイト drawbal.com l において、ドイツ人投稿者とポーランド人投稿者との間で用いられたことによる。その後大手画像掲示板 4chan など世界各地の画像掲示板にも広がり、様々な国を模したボールが描かれるようになった。2010年4月10日のポーランド空軍ツ -154。15 墜落事故の直後には、ポーランドボールを用いた、ポーランドの歴史に関する投稿が多く行われ、さらに広がりを見せるようになった。なお、4キャンの利用者によって、ポーランドを表すボールの上に、巨大な春十字が書かれるということもあった。2016年4月1日には、エイプリルフールの企画として、国や地域以外のボールに限定した、ノンカントリーボールが行われた。 ポーランドボールは、ポーランドを表したボールのほか、それを使った作品等の故障に使われる。ポーランドが登場しない作品でも、ポーランドボールの作品と呼ばれるのはそのためである。カントリーボールは、ボールそのものの総称であり、複数のボールが集まっている際に、ポーランドボールたちとは言わず、カントリーボールたちと呼ばれる。なお、レディットのポーランドボール板では、 カントリーボールはあくまで国家という扱いであり、作品内でカントリーボールを呼ぶときにボールの語を使うのが禁止されているため、作品内では国家たちやみんなといった表現が使われる。ただし、これらは確定的なものではなく、レディット以外では作品のことをカントリーボールと言ったり、作品内で日本ボール、アメリカボールのようにボールをつけて呼ぶこともある。 多くの場合、カントリーボールは国旗を描いた球体と白目の実の目で描かれる。原則的に瞳孔、眉、口、手足などはなく、目の形や口調がボールの感情を表現する中心的手段となっている。特徴的な表現として、ドイツボールが怒りや殺意を表現するときに目を小さなドットにする表現や、ブラジルボールがふえふえふえと笑うなどがある。 また、いくつかの国はそれに加えて、小物を持っていたり、別の表現で描かれることもある。アメリカボールは常にサングラスをかけ、イギリスボールはシルクハットとモノクルをかけたデザインが標準化している。日本をはじめとする東アジア諸国のボールは糸目や細木で描かれることがある。日本ボールは世界的に知名度の高いアニメ文化、可愛い文化を生んだことから、 時折猫耳や尻尾のアクセサリーをつけていることもある。さらに、春画の影響で、しばしば変態扱いされている。さらに、セルビアやスロバキアなどは国章を眼帯にしていることが多い。ポーランドボールとほとんどデザインが同じになってしまう。インドネシアボールは、ノンラーやペチを被って、ポーランドと区別化しており、ほぼ同じ配色である。 モナコボールもサングラスをかけていたり、王冠を時々被っていたりしている。ただし、指定された色を使わなければならないので微妙な違いで、あるが判別は可能。戦争等を表現する場合は、ドイツはハーゲンクロイツ、日本は朝日旗を用いられることが大半であり、この二国は普段の状態から何かしらの嫌がらせを受けて、起こった時にこれらに変化する表現も多い。 また、ポーランドの国旗の配色は上が白、下が赤であるが、ポーランドボール内では上が赤、下が白となっている。上下逆となっているのは初期に、ポーランドのキャラを描いた際に上下の配色を間違えたのが発端であり、以来この上下逆の配色が主流となっている。レディットの英語版ポーランドボール板においては、英語を公用語としていない国のボールは文法を崩した英語を話す。 逆に多言語でも、英語に外来語として入っている言葉や、少し教養のある英語話者なら知っている言葉や、畜生に相当する語は時に言語で表記される。日本のポーランドボーラーの間では語尾に何ねや、おぶとつけることがある。ポーランドは宇宙に行けない、ラトビアはジャガイモを食べられないなど、ポーランドボール独自のルールを知っていないと理解できないネタもある。 またシンガポールは三角形、ネパールやオハイオ州は、それぞれの国の国旗の輪郭を口に見立てたもの、イスラエルが四次元の超立方体、ドイツ第四帝国が長方形とレクタングルをかけて、ライクタングルと呼ばれる、カザフスタンが脳型体であるという、例外的なボール以外の表現も存在する。また、時にシーランド公国は、ゼロ次元や素粒子のように扱われる。 古代の国家や未開部族など国旗による表現が、できない国家や集団については、ビリヤードボールで代替する場合もある。東、アジア人は1番、エイリアンは6番、アメリカ先住民は7番、アフリカ先住民は8番と、いったように、ボールの割り当てには一定の慣習が存在する。ポーランドボールの例ウィキメディアコモンズには、国別のポーランドボールに関するメディアがあります。 レディットのポーランドボール板では、ポーランドボール漫画の投稿について、いくつかのルールが規定されている。以下の事柄は禁止されている。他、書き方や表現には、多くのルールがある。それらを満たさない投稿は管理人によって削除される。ありがとうございます。